松井さんこんにちは。再生数伸びてるじゃないですか。このねドラマのタイトルと六畳間のピアノマンさんのね、このタイトル、やっぱりこれ組み合わせいいですよね。特にドラマが終わった後にその続編っていうものをね YouTube でオリジナルでやっていくとか、そのドラマの解説を1話ごとにやっていくとかね、そういったいわゆるレビューってのは結構受けると思いますよ。というのがこのドラマね、やってる最中もそうなんですけども、終わった後に続編はあるんだろうかとかね、登場人物のその後はどうなんだろうかとか、それから登場人物の一人一人のねスピンオフ、いわゆる登場人物脇役のね、脇役を主人公にしたらどういう風になっていくんだろうかっていう風にどんどん広がっていくんですよね。特に人気のドラマっていうのはパート2があることを皆さんね期待するんですよ。あと原作が売れたりするんでね、そういったものも情報発信としては向いてるんじゃないかなと思いますし、 DVD のソフトがいつ出るんだろうかとかね、それから一人一人の俳優とか女優さんがどんな背景だったのかとか、そういったこともねどん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 ニュースとしてお届けできるんじゃないかなと思うんですよ。まあなんせね、当たったやつはパート2パート3をやるっていうのはドラマでもそうですし、松潤さんが作ってる YouTube も同じなんですよ。再生数がもうすぐ1000になるじゃないですか。じゃあこれに対してね、なんでねそんなことになったのかっていう風なセルフレビューもいいと思いますよ。自分が6畳のピアノマンっていうねタイトルでやったのと、60間のピアノマンっていうのとはもう別々で始まった発想なんですけども、ただまあ偶然一致したことをやっぱり利用していってですね、どん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 厚みを持たせていって、いただきたいかなと思います。まあ、SEO 的にも結構有利だと思いますんで、まだドラマがホットなうちにねどんどんやっていっていただきたいと思います。そしてパート2の情報があるようでしたら、パート2の情報も松潤さんのチャンネルから流すといいと思いますね。ちなみにですね、私の YouTube チャンネルなんですけども、あのロッキーのシリーズがあるじゃないですか。シルベスター・スタローのね、ロッキーのあれの続編でクリードってのがあるんですよ。クリードの3が来年実はね公開されるんですよね。だからそれについてね、私も動画を撮ったりしてるわけなんですけども、どうなのかな、再生数があんまり伸びてないかな。ロッキーとクリードが面白いわけっていうタイトルで書いてますけどね、これはどのぐらいでしょうか。53回、大したことないですね。まあでもやってみることですよ、当たるか当たらないかね分かりませんけども、本当だな、まあ、大したことないな、ヒットしてない。まあやってみることじゃないですか。当たったやつの後追いをやっぱこうどん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 やっていったらいいと思いますよ。では。